はい、こんにちは、佐々木です。今日ですね、こちら書いてあるですね、秘宝ですね、メルカリに規制ですね、突然ですね、出品した商品ですね、削除されちゃったんですよ、今日の朝ですね。はい、でですね、ですね、突然です、来たんでちょっとびっくりしたんで、配信こちらですね、ぜひ配信されてる文章ですね、ぜひこれね、見てください。はい、こちらですね、商品削除のお知らせ、こちら書いてある禁止されてる行為ですね、ですね、こういった感じですね、外部サイトへの誘導する行為、外部サイトへ取引を誘導する行為ですね、こちらですね。はい、で、こちらですね、一発で、こちらですね、私の知ってる方がやってたんで、私もちょっとやってみたんですね。そしたらですね、これをやった瞬間ですね、5分以内にやられました。はい、こちらですね、原因はですね、メルカリからですね、他のサイトですね、転売誘導したからですね。俗に言っちゃいますと、メルカリよりも安いところで売りますんで、こちらの方で買ったらどうですかって言ったんですね。そしたら5分以内に削除されました。はい、ですね、規制ですね、ちょっと詳しく見ていただきますね。こちらいろいろ書いてあるんですけど、実際にですね、こちらですね、外部誘導ってこちら書いてます。外部サイト誘導する行為で、実際これ早いんですよ。自分今日受けたんでびっくりしたんですけど、5分以内できます。なのでメルカリはかなりリサーチしてます。はい、どんな人が多くてもリサーチしてるんで、これは正直なことなんで、ぜひ気をつけてほしいですね。はい、でですね、はい、で今回ですね、規制初めて びっくりしたんで、ぜひですね、これですね、ちょっとくどくなっちゃうんですけど、メルカリからですね、他のサイトですね、絶対に誘導しててください。一発で消されます。で、これが続くと多分アカウントを取られちゃうんで、ぜひですね、このような行為はですね、私のようなことをしないでください。はい、では今日も一日ありがとうございました。番組登録ぜひお待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。